皆さんどうもこんにちは。担当官三冠の地歴の上野です。自宅からね、本日は撮影をしております。これ正直しゃあないんですよ。予備校の方が今休館期間に当たっていますので、家からしか撮影は収録ができないという段階でございます。もちろん今後はですね、この家で授業の動画を撮ったりってこともやると思いますけれども、ちょっとまあ試しにということでございまして、今回は iPad を使った、ちょっとゲーム実況的な感じのことをやってみようかなと思っています。ただまあゲーム実況って言いましても、ほんまにガチのゲームについては、ゆるめの上のチャンネルの方で喋っていますので、やっぱり今回ですね、しっかりと勉強になるようなことを配信できればなと思いまして、こちらです。Google Earth、なんて言った今。Google Earth Dynamic 帰国ゲームっていうのをちょっとやってみようと思います。これは僕がほんまにどうしようもないぐらいに暇になった時、例えば飛行機とかでも何時間フライトがあったりとか、そういうような時間をすごく持て余した時にやるゲームなんですね。どういうものかと言いましたら、とりあえず地球儀をこれ適当にぐるーんって回しまして、適当なポイントからスタートします。適当なポイントでこう寄っていって、でこれをひたすらぐるーんってこうスワイプすることによって、地元に帰るっていうゲームです。ほんまに地球上のどっからわからないところからスタートをしまして、で今日目指すゴール地点は大阪梅田にしようと思います。大阪梅田にゴールした段階でこのゲームは終了。そこまでどれぐらいの収録時間が必要になるのかっていうのをちょっと試してみようかなと思います。ただこれね、あまりにも改造しすぎると、ズームしすぎたらほんまに途方もない時間がかかってしまうので、ある程度ほんのり夜ぐらいの感じのところからの、上空の距離で撮影をし、そしてぐるぐるってスワイプをして、大阪に帰りたいと思います。まあ僕の実家大阪なんでね、大阪にこうやって Google Earth 上で帰省をしようっていう、そういう計画もここには含まれるのですが、やってみましょう。じゃあまずとりあえず準備として、僕はひたすらこう後ろを向きながら、こっちに iPad があるので後ろを向きながら、地球をぐるーんと回します。ぐるーんって回して適当に止めて、止めたところで1,2,3.5 回ぐらいこう寄ります。でこれね、もうほんまにどこかわからないけど、とりあえず海からスタートということになりました。この海から僕は移動して大阪梅田に帰ろうと思います。で、これね、このゲーム何回か僕シミュレーションやったことあるんですけども、海から始まると基本的に絶望的なんですよ。なぜかっていうと、海の上には地名がないんです。これね、海の上じゃなかったら、ある程度こう地名とかから、まあ、ヒントを、まあ、元に得ていって、あとはなんか乾燥しているなってことは、緯度は20度台、30度ぐらいかなとかっていう、そういうような様々な情報がそこから得られますので、そこからある程度ヒントを割り出して、で、緯度とか、自分の現在の座標を導くことができるんですけども、海スタートはだいぶ辛いですね、これ。とりあえず陸を探す。あ、見つかった。あっという間に陸が発見できまして、でバフィン島っていう島に、たどり着きました。緯度は高そうですね、でも。なんか、雰囲気は、カナダとかその辺の感じの印象をちょっと抱いてます。で、緯度が高いってことは、ちょっとこれは南に行った方がいいのかなって思って、今ちょっと南に行っています。まあ、これで南半球やったらもう最悪なんですけど、ただ、まあ、南に来たら緑になりましたんで、多分、これ北半球なのかなっていうようなあたりは、今ちょっとつけられてる段階です。多分わかんないですよね。北の方がたまたま標高高かっただけっていう可能性もあるので、ちょっとこれはまだ全然わかんないです。で、なんか地名がね、英語感がないんですよね。でも何、あ、でも、完璧ですわ。セントローレンス川がもう見えてます。もうこれで、もう完全に国がはっきりわかりましたんで、まあ、多分、今これカナダら辺にいる感じだと思います。ってことは、こっちへスワイプしたら、こっちの方へ向かっていったら、ちょっと緯度を下げないとダメなんで、斜め左下の方に向けてスワイプをしたら、多分いい感じになるんじゃないかなというところですね。まあ、おそらくはそんなところでしょう。お、これはもしかして、お、これあれじゃないですか。ロックフォードとか、まあこの辺分からへんけど、多分タウンシップ制じゃないこれ。アメリカの土地をこう区切っていく、そして、この区切った土地に人を入植させていくっていう、タウンシップ制の、これ多分、農地に今、行き当たってるんじゃないかという。いや、なかなかいいところ、カレンダーっていう地名が出てきましたね。面白いね。確かにカレンダーっぽい形ではあるよね、これ。すごい、縦横に区切られてるので。すごい、めっちゃタウンシップや、これ。すごいぞ。あ、タウンシップじゃん。センターピボットや、これ。多分。センターピボットじゃない。
ですよね。これセンターピボットでもピボットって円形にさ、あのバスケやったら足をこう軸足を固定してこう、まあ、もう片方の足をぐるんぐるん回すっていう形でボールを守る手段ってあるじゃないですか。そのピボットっていう名前を取りまして、これはもう円形に散水をするっていうパターンで水をまいてるっていう、その農地らしきものが見えてきました。まあ多分アメリカかカナダかに入ってきてるのは間違いないです。ってことはおそらくなんですけど、このまま西へ進んでいくとちょっと降水量が落ち込んできて、で、ああそうですね、標高上がってきましたね。標高が上がってきたんで、これ多分ロッキー山脈とかの山系に入ってきてるんじゃないかなと思います。そうで、アメリカのこの辺ってね、なんか変な気持ち悪い見た目の色合いのですね、土地が結構あったりするんですよ。あ、もう海に来たよ。これ太平洋じゃないですか。太平洋に入ったってことは、このままの勢いでスワイプしていったら、多分もうすぐユーラシア大陸に着くんじゃないかなと思うんですね。これユーラシア大陸が見えてこないか、来ないか、来ないか、まだ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 か。結構これはね、幸先いいっすね。日本が大体どの辺なのかってのが分かってる段階でスタートできるのは、かなりこのゲームの中では熱い展開だと思います。ほんまに未開の地から始まったやつの時あるんでね。で、すごい寒いところかなと思って入り続けたら、実はオーストラリアでしたとか、そういうこととかあったりするんで、結構これはなかなかいいスタートの切り方ができてるけど、ちょっとこれスピード上げよう。両手でいきます。両手でいくと、そろそろ陸地が見えてきてもいい頃なんだけど、ちょっと引いちゃった。ロックアイランド、お、パラオか。パラオってどこやったっけ。国がでも、国が塊でドンって出たのはちょっと面白いな。これどこ、ラパス、ボリビア、え、やばい、え、バレンシアシティ、え、やばいぞ、これ南米来てるんちゃうか。サンルイス、南米臭いな、ちょっとこれ、え、だいぶ南に来たのかな、これやばいやばい、ちょっと待って、どこやこれ。イサベラ、え、ほんまに分からへん。でもなんか干渉がすごい見える。干渉、あのビキニ干渉とかと同じ、サンゴ礁が円形に広がってるやつが見えますね。クランパ野生動物ホーク、ラ、なんかやばい、日本行くつもり来たらなんか南米臭いところに出た。ケダ、ケダ、ケダ、クダか、変な名前。やばい、どこなんこれ。パラパクとプス、もう全然わからなくなった。やばいぞ、大海原で迷子になった。本当にどこかわからない今。なんか結構デカめの土地にまた差し掛かったけど、これどこ、トンレサップ湖、あ、タイ、タイやなこれ多分。トンレサップ湖って結構二次試験とかで出るんですよね。あれ、いつの間にかタイまで来ている。そうか、じゃあもっと北に行かなか。ってことは多分この向きに進んだら漢字の地名が出てくるんじゃない。こっちの方向に進んでたら漢字の地名に行き当たるんじゃないかな。どうどうどう、これどこ、ほら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 、中国来たんじゃない、これ中国に来てるよ。じゃああとは長江を見つけよう。長江らしき、これ違うかな、これは長江こんな色じゃないか、こんな色じゃないかな。でもこの色で長江がもしこれだとしたら、長江かなこれ。東に行くと多分上海に着くと思うんだよ。お、広がってきた広がってきた、河口が近いぞこれ。上海かなこの辺、上海じゃない、長江も河口屋としては上海はこの辺にあると思うんですけど、これ上海エアポートじゃない。ほら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 、違う、上海や、上海や。お、ちょっと楽しくなってきたぞ。こうなったらあとはもうこれ、あの、もう港湾の駅の時の日本軍の攻めない方、あ、鹿児島に来たね。もうここまで来たら勝ちやな。じゃあちょっとゆっくり帰ってきましょうか。関門海峡渡りまして、これで広島とかを通過して、あ、来た、ちょっと古墳とか見ようか、ついに。仁徳天皇陵、
が見えて、見えて梅田は神田や、神田が見えて、神田が見えての大阪堺自動車教習所、はい、大和川、あれちょっと待って奈良に来てる、この辺かな、住之江区、住之江区、もっと北に、もっと北に行かないといけない、もっと北に行ったら多分見えてくると思う。ちょっとあえて寄ってみてるんですけども、寄ってる方が楽しいからな、この辺は。さあどこや今、大阪まで来て迷い始めたぞ、近づきすぎたせいで。あれこれ兵庫来てない、もしかして兵庫には行ってない、大丈夫かな、兵庫にはまだ、いやそんなことないかな、いや、え、どこ、ちょっと待って、寄りすぎて迷った。梅田や、吹田っぽいけど、ただなんか知ってるところで終わりだよな、梅田のどこで終わろう、大阪駅で終わるか、大阪駅はどこだ、大阪駅はどこだ、大阪道島まで来てもらった、南行き過ぎた、梅田、あの大阪駅、これか、これが大阪駅や、ででーん、大阪駅いうことでございまして、さて、なんとかゴールできましたね。さあ、ということでゴールはできたんですけども、今回はスタートがすごくラッキーだったなと思います。やっぱりこう最初にね、セントローレンス川っていう知ってる川の名前から行き当たれたところがかなり良かったなと。でそこから南へちょっと頑張って行き過ぎまして、タイまで来てしまったっていう。トンレサップ湖って、これなかなか川の途中にあります湖で、増水した、まあ、一旦ため池的な感じでトンレサップ湖は水を溜めておき、そして放流していくっていう、そういうなんか二次試験とかでもこのトンレサップ湖の活躍の仕方っていうのが問われたりする、そういうところにも行き当たってしまいました。で、あとは途中にですね、センターピボットの農地が見えたりもしまして、結構面白かったですね、今回。っていうことで、まあ、今回は、アメリカスタートでタイまで行ってから中国から上海を渡って日本に帰ってきたっていう形で、帰宅することができました。と、まあ、こんな感じでですね、僕は普段こうやって、地理的な刺激を受けるために Google Earth をひたすらいじりくり散らかし回しましてですね、まあ、自分のいる場所を確認したりしながら、日本の自分の知っている場所に帰っていくっていう試みをやっております。まあ、高校3年生がこれを自習室でガリガリやってたら、もうそれはもう怒鳴り散らかしますけども、まあそうじゃなく、高校1年生とか2年生の方とか、あるいは地理を履修していた卒業生の方とかにおかれましてはですね、まあこう地理的な刺激をこういうところから受けたりすることって結構できたりすると思いますので、ちょっと暇つぶしにやってみるのにはお勧めできるかなと思います。まあ今僕らの Google Earth はこれ iPad で使ってやったんですけども、別にもちろんスマホの方でも Google Earth はダウンロード、インストールできると思いますので、ぜひともちょっと試してみてほしいなと思います。じゃあそんな感じで今回は、Google Earth をいじくり回してみるよっていう動画でございました。ではではそんな感じで。